井筒屋久留米井筒屋株式会社久留米井筒屋は北九州市に本社を置く百貨店井筒屋の子会社。かつては百貨店業を主な業務とし、福岡県久留米市と同県大牟田市に店舗を構えていた。閉店後は不動産管理業を主な事業とし、事実上の休眠会社となっていたが2018年12月に解散。なお、 百貨店を営業していた時期は単独で日本百貨店協会に加盟していた。久留米井筒屋跡地にオープンした久留米シティプラザ1936年8月25日に資本金100万円で株式会社アサヒアデパートとして設立。地元資本によって久留米市発のデパートアサヒアとして同四六津門町に開店したものが発祥である。1962年3月に 伊豆津屋と資本提携し、株式会社久留米伊豆津屋に称号変更となった。その後、西鉄久留米駅前に進出した岩田屋とともに、久留米地域の中核百貨店として親しまれたが、地域経済の衰退や大英六つ門店の閉店、福岡市天神地区の百貨店や、夢タウン、久留米など郊外型商業施設との競争激化などで、売り上げは減少。 百貨店から専門店の形式に移行し、地域の特産物を扱うなど地域密着姿勢で、生き残りを図るも、業績回復までには至らず、2009年2月28日を最後に閉店した。久留米市六津門地区では、最後の中核商業施設であっただけに、地元からの存続要望もあり、当初は、伊豆津屋側も地域商業の中核施設として、 再活用する方法を検討するとしていた。井筒屋本体の中村正人社長は、久留米市から2009年4月末までをめどに、暫定部分営業できないかどうか考えてほしいと要請されたことを明らかにしていたものの、同年3月9日に、社内で検討した結果採算が取れないことが判明したため商業施設としての再開を断念する、旨を正式に表明し、 クルメ市における小売店事業からの撤退を決定した。閉店後しばらくは、筑後地方の伊豆津屋ギフトショップの運営を続け、顧客窓口を設け問い合わせに対応していたが、後に、伊豆津屋グループの再編に伴い筑後ショップを閉鎖、大牟田百貨店の後継店舗運営を伊豆津屋本体に移したことで、クルメ伊豆津屋そのものは不動産管理が主な業務となった。 2009年11月30日をもって営業活動を休止し、事実上の休眠会社に移行。2018年12月に解散及び2019年2月の生産が発表された。なお、店舗の建物は閉店後しばらく空き家状態のままとなっていたが、2011年3月から解体工事が始まり、跡地は 周辺の土地と一体で再開発され、コンサート用ホールやコンペンション機能を併用した交流施設、クルムシティプラザは2016年4月27日に開設した。ありがとうございます。